皆さんこんにちは、マイクです。今日は釣りに行ってきました。ルアーでの釣りはですね、25年ぶりぐらいですね。餌釣りはですね、10年ぐらい前にやったことありますけども、まあなかなか釣れません。で、遠浅だったのでソフトルアーを使用しました。まあ根掛かりがまああまりないということですね。ソフトルアーの方ですね、使いました。しかし投げてもですね、反応はありませんので場所を変えました。こちらの方ですね、常連さんみたいな方がですねいらっしゃったので伺ったんですけども、夜間の方はね、にぎわいを見せているような釣り場ということです。今度はね、夜に来てみたいと思いますけど、試しにちょっとシンキングのルアーを使ってみたいと思います。近くですね、工事かなんかやってるんですかね、なんかちょっとうるさかったですけども、目の前ですね、浅瀬をですね、シーバスがですね、私の前をね通ってきましたね。確実にね、いるもんですからね、なんとか釣りたいなーなんて思ってたんですけども、なかなか釣れないですね。ルアーもですね、シンキングと、それからあとソフトルアーですね、ワームしか持ってってなかったもんですから、トップウォーターの方をね、持っていかなかったもんですからね、こんな今日みたいな状況になってるのかもしれないですけども、なかなか釣れません。反応がですね全然ないんですよね。いいところにね投げてると思うんですけども、反応がゼロですね。やっぱり夜じゃないとなかなか釣れないのでしょうかね。ありません。まあ、お約束のあれですね、ミスったんですね。返しがちゃんとできてなくてですね、投げるの失敗しました。こちらの方もですね、反応なかったものですから、場所をね、これから移動したいと思います。ちょっと場所を変えました。さて1投目、なかなかですねロケーションが良くてですね、釣れそうなとこなんですけども、
れでやっちゃったんですよね。これはちょっとへこみましたね。寝掛かりしました。1投目から寝掛かりです。ショックです。右へ左へですね、ちょっと揺さぶったんですけども、完全にかかってますね。ここはちょっと投げちゃいけないとこですかね。まあ、仕方がないのですね、まあ、それは諦めて次のルアーを、今度はですね、浅めのシンキングにしてですね、ショックですね。1投目からですからね。さあ、これも1投目ちょっとずらしたつもりでいたんですけども、これもですね、寝掛かりしてしまったんですよね。もうこれでですね、へこみましたね。仕方ないのですね、まあ、今日はちょっとこう諦めてですね、帰りたいと思います。どうもこの辺りで失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。マイクでした。